それでいけるはず。多分さ、端末が古かったんや。コラボこっちでしかできへんねや。じゃあ、なるほどね、理解。いや大変だねこれ。じゃあこれでいけるはず。すごいね自分、器用に今やっております。行ったかな。見えてる？あれ？始まらんぞ。なんでよ。3時からと言ったんだが。ちょっと。でも、この見てる感じ、近垣をやりましょうって言ってる人の配信もまだ始まってないから。多分待ってたら、大丈夫かな。まあまあ。気長に待ちましょう。それにしてもやっぱり画質がいいね、こっちの方が。いや似てへんよ、だって3時になったら LINE 来たからやろうねって。ちょっとさすがに10分になってもこんかったら、一旦あの連絡します。コラボ配信、申請。え、私も申請取り消したらあかんから。え、過去にね、あ、いや、ダメダメ、言ってもバレちゃうやん、言ったら誰か。端末トラブルかな？そう、申請受ける側のね、配信がまだ始まってへんの。おい！どうなってんだ？ What's going up？ しまってへん。ん？なんでよ。説教ですな、これは。あ、すごい、今見た。推薦コメントとか書いてくれてんの、みんなが。読んでる、嬉しい。ね、すごい嬉しいねこれ。始まったかな。あれ、なんで知ってんのみんな。あれ、やり始めたよ。コラボ送ってるよって、申請を受けてくださいって言ってほしい、みんな。
これね、自分のやつでやっちゃってるから。申請を受けてって言ってくださいな。誰かランさんのコメント欄で。ちょっともうバレちゃったけど。バレちゃったん。あ、ちかこ、ダンさん、ちかちゃん顔が固まっとる。あ、動いた動いた。そう、え、声、あ、ちかちゃん久しぶりです。もうめちゃくちゃね。なんかすごい子供っぽくなった。もうカチューシャですかね。え、わかんない。遅くなりました。前髪短ない。うん、ちょっとまたやらかしたんです。切りすぎた。自分で切った？うん、自分でやりました。かわいい。なんかまだ18歳ぐらいに見える。21歳です。大人になったね、ちかちゃんは。ええしね、ランさん元気ですか？めっちゃ久しぶりじゃないですか？いや、元気よ。何もしてないわ、毎日。花粉症？え、なんでわかったん？めっちゃ鼻声、ランさん。なんか今日、ゴルフのお仕事で朝。お疲れ様です。なんか、杉？ゴルフってめちゃくちゃ杉がいっぱいあんのよ。うん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 。杉に囲まれてたから、なんか今日発症した。あ、そうなの？鼻だけですか？いやもう、目はまだ平気なんだけど、鼻の中はかゆいわ、鼻水ジュルジュルだわ。ブラリは出るわ。朝何時起きですか、ゴルフ今日は。いや、今日はそんな早くなかった。6時起きぐらい。あ、いや。いつも4時起きとか多いから。もう早起き慣れっこですね。そうだね。慣れたかもね、すごい。昔よく遅刻したけどね。もうしなくない。でももう、なんか目覚めそう、逆に。自然と体が。もうここ、何年かは遅刻してないね。うん、まあ当たり前だけど。ね、それ何貼ってんの、後ろに。え、今日は、今日なんかちょっとエコパのライブから1年経ったんですよ、去年の。ペコパ？あ、ペコパじゃないです。エコパ。あ、エコパね。で、バレンタインデーだから、バレンタインデー配信と、そのバレンタインデーって、手分けしたんですけど、それと、あと、リーダー就任1年になったんで、それな、早くやろうと思って。よっ、リーダーで、テンション違いますか？そんなテンションじゃないですか？おめでとう！もう1年経ちましたよ、あれから。でも、ちかちゃん、本当に今はね、チーム S をまとめて、頼もしい。大人になりましたね、ちかちゃん。いやいや、もうまだまだです。本当に、ランさんにはね、学んでばっかなんで、もういつもいつも。いやいや、顔洗ってますやん。いつも。思ってないですやん。いつもいつも本当、毎度ありがとうございます。いやいや、笑ってますやん。しかも目が合いませんけど。やめてくださいよ、本当に。バレンタインデーは今日は作る、うん、どこ？ん？バレンタインなんか作るんですか？いや、作る人もいないし、あげる人もいないし。あ、え、じゃ自分には？え、ちかちゃんに？うん。だって、ちかちゃんにさ、某有名なスターフックスっていうとこのさ、うん、やつ買ってあげたけど飲んだんですか？飲んだ、え、飲んで。それ飲みましたか？報告してなかった。写真撮りました。ちょっと送ります。来てないですね、まだ。だいぶ前ですよね、送ったの。でもまだ期限ありますもん。2月中旬までとかやったらギリギリで。激うまで。じゃあそれがバレンタインプレゼントということで。ずるあ、違うよ。スターバックス、あ、スターバックスって言っちゃった。スターバックスじゃなくてさ、めちゃくちゃいいとこ、リンツみたいなとこ送ったくない？ G、G、G ですよ。G。5。ゴディバの方か。え、めっちゃ美味しかったですよ。地下飲みましたもん。でもなんか私さ、甘いものあんまり食べないからさ。あー、ちかちゃんは結構甘いもの好きやん。甘いもの好きな人です。ね、だからまあこういう時もらえたら嬉しいね。確かに。
かゆい。え、もうランさん名古屋いたら近作ってましたよ。めっちゃ私だけ違うものだよね、当たり前に。めっちゃ本命チョコじゃないですか、それ。まあまあ。え、いいの本当に本当は、その、17日あるじゃないですか、S のリベンジ公演。ああ、ああ、17ね。あの時にもしみんな来てた、その時に作っていこうと思ってて。うんうん。出せなさそうだなと思って、ちょっとどうしようかなと思ってました。いやー、出れなくてごめんね、本当に。なかなか名古屋来ないですもんね。私さ、今関東にいるから緊急事態宣言中でやっぱ名古屋に行くのってちょっとね、あれだなみたいなとこもあって。じゃあまた。うん。え？今度作りますね。あ、うん。楽しみにしてるんだけど、どっちかといえばラーメンとかの方がいいかな。ねえ。女子。女子ラーメン。女子を捨てたわけじゃないんだけど。ランさんはそういうイメージある。なんか、ラーメン。ラーメンのイメージめっちゃあります、でも。ラーメン好きなんだよね。でも良くないんだよ、ラーメンは。最近食べてないの？うん。私今日の昼食べた。何ラーメンですか？やっぱ喉にいいことを考えて豚骨にした。ああ、意識高い。そう、だから別にラーメンが食べたかったわけじゃなくて、喉にいいからわざわざ豚骨ラーメンを食べてあげたみたいなとこあるよね。なるほど。今日歌うんですか？この後。いえいえ、もう家にいます。ねえ、もう大好き。もう、あ、でもこの後ランニングしようかなとは思ってます。あ、じゃあもうプラマイゼロですね。そうですね、むしろ前の方ですね。はい。前だって、ほら、食べたカロリー分消費すればいいだけでしょ、うん、まあそうですね、動いて。それ以上に消費すればもう前やん。確かに。うん。では。え、ちかちゃん。はい、何ですか？全然会ってないけどさ、なんかいいことあった？最近ですか？うん。いいことというか、これから多分、起こりそうは。へぇ、うん。聞いてないですよね。どこ行きました？あ、かまお天気がいいわ、今日は。あ、鼻かんでたかと思った、ランさん。お天気がとっても良い。いや、めっちゃ暖かいですよ。春ですよ。しかもさ、今日さ、春なのよ。あれ？同じこと言った？自由すぎません。ランさん、ちょっと今、どっか行ってまーす。明日雨なんや。うん、明日雨。よくしょっと。バレンタイン。今日バレンタインだね、チカちゃん。そうですよ。バレンタインか。バレンタイン。違うけど、まあまあまあ。歌ってよ。あ、歌って。バレンタインデーキーイズ。バレンタインデーキーイズ。ねえ、何これ、リップシーンですか、今。じゃあ次、私が歌うからやってね。いくよ。I want you, I need you, I love Valentine's Day kiss. Valentine's Day kiss. Valentine's Day kiss. チカちゃんを食べて、シャラララの、え？食べないの。食べないの？食べないの。え、じゃあ、ランさん行くよ。近い。次歌いますよ。うん。じゃあ、行きますね。That's a flag! That's a flag! トゥルトゥルトゥトゥル！こんな気持ちになっちゃってごめん。正直に言えるわけがないよ。あ、ちゃめっちゃ覚えてますね。覚えてるよ。おい、歌ってくれよ！はーい。まだ踊ってないですよね。一回も披露してないですもんね、ランさん。一回も披露してないし、なんだろう。もう歌詞も全然覚えてないから、やばい。え、めっちゃ英語難しかった。なんとか、ねのちぇ、ちょんばんちんちゅん、ちょんぴんきゅうみたいですよね。言語変わってるから。やばい、歌詞がやばいわ。なんか昨日さ、振り替えだった手形会とサイン会だったの。ああ、やってましたね、昨日。そう、沢田かのんちゃんと。うんうん。二人だったんだけど、めちゃくちゃやらかした。
なになになんでなんでなんで。え、多分ね、SKE の公式ツイッターに上がるかもしれないぐらいやらかした。え、どういうこと？あの、サイン会は別にやらかしたわけじゃないけど、手形会でまあまあやらかした。でも、だってパンパン押してるんですよね。パンパン押す、そこまでは成功したんだけど、うん、最後、感想を言った時に、感想をまとめるやん。こんなことあって、みたいな。うんうんうん、やらかした、そこで。え、どういうこと？カノンちゃんもなかなかあたふたしてたし、私自身も、あの、今世紀最大のあたふただった。え？え、ごめん。うん。服汚した。ま、服は汚れたんだけど、汚し方の問題やな。うん、え、ちょっと楽しみ。逆に。出るの。YouTube 見よう、でも。確かに、最後の方まで早送りしてみたら。見よう。そんな。そんなに？そう。へぇ。だからそのサンちゃんに、うんうん、服を買ってあげなきゃいけないの。え？あ、なるほどね。わかった。わかった。そうそうそう。初めて。サン。カノンちゃん。うん。あ、うまこれ。プロテイン？ん？プロテインですか？違う違う。なんか、駅で試供品もらった。ねえ。チョコ？無料でもらった。バレンタインだ、バレンタイン。なんか、美味しそうこれって見てたらくれた。やめてください。もう欲しいって言ってますよ、それ、トーマス。って見てたの。したら、食べますか？って確かに。無料なティッシュみたいな。うん。てかさ、オルランドバレンタインアイテムなんだけどさ。かわいい。見ましたよ。ありがとう。2色ですか？白、黒、赤。3色。去年のやつもかわいかった。バレンタインのやつかわいいんですよね、ランさんの。うん。みんな買って。しかも買おう。何色にしよう。ちかちゃんは、もう2年ぐらい前から買おうっつって1回も買ってくれてないから。いいの、私がプレゼンするから。いい、1個買わせてください。いいよ、いいよ、いいよ。もう、ちかちゃんは買わないってことが分かったから。え、ちょっと待ってください。ちなみにここで、新作いつ出るんですか？その新作1番に書いたい。新作？うん。あ、出たじゃないですか。あさって出るかも、新作。でもそれゴルフウェアだからな。パーカーとかって。いい、いい、いい、違うじゃん。いい、いい。うん、うん。気持ちだけ受け取っとくから。聞いてるのよ。今、聞いてるからね。着てるかも。あ、あ、でもすんごい可愛いトレーナー。パーカー出すんだけど。出てます、出てます？それ今月末に出るけど。まあいい、いい、チカちゃん。大丈夫、大丈夫。チカちゃんはいい、いい、大丈夫。じゃあまたその時、コラボしましょう。コラボしましょう。何を？この配信を？今月末コラボしましょうね。末ね。ショールームコラボ？ショールームコラボしましょう。ちょっと服に注目しててください。いやー、でもチカちゃん、ごめんだけど、信用ができない。え、もう、信用してほしい。え、そんなことしなくても、普通にチカちゃんのこと大好きだから、いいんだよ。買います詐欺はしなくていいってこと。いやいや、買うとは言ってないですよ。え？買うって、楽しみにしてくださいね、楽しみにしてください。いいのよ、チカちゃん、マジで。今コメントしてくださってる方が買ってくれればいいんです。ねえ。ドストレートに言いますね。いや、もうだって今日バレンタインだから甘えられる日じゃん。そうですね。なんか女の子がさ、男の人にさ、チョコをあげるっていうシステムもさ、もう古くない？まあ時代が変わってますもんね、確かに。別に男の子だってさ、告白してきていいじゃん、別に。うんうん。確かに。なんで女の子だけが頑張んなきゃいけないのと思うの？やめてください。逆切れやめてください。だってさ、ホワイトデーはさ、もらったらお返しだと当たり前でしょうよ。いいのよ。女の子だけじゃない。男の子も頑張りなさいよって思う時代だよね。まあでも、国によったら男性がバレンタインあげるとこもありますしね。うん。羨ましいなと思いました、それ。確かに。なんか、調べたの。バレンタインの意味。うん、あ、うんうんうん。けどな、結構残酷な内容で。あ、そうなんだ。
そう、なんかあんまり言えないんだけど、その、愛、すごい愛。愛が狂気に変わってしまった人がいて。言いすぎたんだ。そう、でもその愛があるから、なんだろう。その、人が温かくなる心が。うん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 。っていうところに紐づいて、その、バレンタインって人がいたのよ、もともとちゃんと。そうなんだ。そう、バレンタインって人がいて、その人の誕生日なのか、そういう事件が起きたのが2月14日なのか分かんないんだけど、それは。だから、その、愛を伝える日っていう意味だったらしいんだけど、それを派生して、うん、ああ、いっぱい来た!イェーイ!それで、なんか、ああ、いっぱい来ちゃった!ありがとう!わわわわ!うん。それで、そういう日なんだけど、そこに紐付けてチョコとか女の子が告白するとか、そういう風にしたのは日本。ああ、もう変わったんだ、国によって。そう。そうそうそう。どんどん変えてったのは日本って感じ。ええー。いやー、確かに。女の子か。女の子ばっか。確かに。ん?男性からもらいたい。ね!男の人からもらいたいよね。逆バレンタイン。とか言って一個ももらえなかったらどうする?それももう泣ける。友チョコする、友チョコ。でもそういう感覚なんだろうね、男の人も。ああ、俺今年もゼロかっていう人もいればさ。確かに。うわ、俺今年14個もらっちゃったよ、みたいな人もいるわけじゃん。うん。辛いんですね、そっちも辛いよね、だって学校とかでさ、うわ、あいついっぱいもらってるよ、お前は?みたいな聞かれてさ、ゼロだけど。とか、超恥ずかしくない?ちょっと。確かに辛いな。まあでも、やっぱ本命の人にもらえたらもう十分ですけどね、1個で。確かに、本命の1個でいいわな。うん。うんうん、ちょっと、もらえるか分からんけど。え、どうやってもらいたいじゃん、逆に。え、それは学生の設定ですか?もうちょっと大人の設定ですか?え、じゃあ学生パターンと大人パターン2個もらっていいですか?じゃあ、私から行くと。あ、ごめんなさい。おー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 おお気をつけやー。学生パターンだと、うんうん、呼び出されたいです、放課後。授業終わった。うんうんうん。大丈夫ですか?いいね。どうやって呼び出される？ちょっと放課後時間あるみたいな。言われて。ちかこちゃん、ちょっと今日の放課後時間あるかな、うん、みたいな感じ、うんうん、もうちょっと匂うんで。こちらがもらえるってわかるんですよ、こちらは、うんうんうん。そうだね。あ、いいよ、けどどうしたんって。放課後で、二人っきりで渡されたいです。ちょっとバレンタイン作ったんだって言われて。男が作ったらいいの？あ、じゃあ自分が渡します。自分が渡します。自分パターンね。自分パターン。うん。作ったんだって言って、もうちゃんとドストレートに渡しますね。うん、私は。あー。ないないない。全然ダメ。ダンさんは?え、例えばね、私がやるんじゃなくて、例えばじゃあ、放課後いいかなって言われた男の身だとするじゃん。うんうんうん。したら、え、いや、バレンタインだしチョコくれるんかな?え、告白されるんかな?え、どっちだろう?もうそわそわするわけよ。うん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 。でさ、いざ放課後、その場所に行って、バレンタイン作ったんだ。うんうんうん。だけ渡されたら、俺どうしたらええってなるやん。確かに。だから、え?そこで告白します?バレンタインで。ありがとう。うん、じゃって帰られたらさ。その予定でいました、チカは。男はさ、そわそわすん。くれって、本命かな、ギリかな、なんでだろう、わざわざ呼び出して、なんだろうっていう感じになっちゃうじゃん。うん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 。だから、そこで一言付け加えてあげたら、好きとは言わずに一言付け加えてあげたら、うん、相手に対して親切かもしれん。あー、なるほど。さあ、その一言は何でしょう?ホワイトデー待ってるね。うん、おい、お前、期待してんじゃねえよ、もう。見返り求めんじゃねえよ、すぐに、よ。違うか。あ、いっぱい来た。すぐに見返りを求めるんちゃう、マジで。食べるのやめてください、もう。だっていっぱい来るんだもん。なんだろうな。じゃあ、私。うん、じゃあねって言っちゃいますわ、多分、近。渡しただけで恥ずかしくて?うん、もう、すぐ逃げる。あ、でも確かにその後、まあ、今のご時世 LINE とかあるし、うん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 。
なんですぐ帰ったんとか言って LINE が来るかもしれないね。あー、確かに確かに。いや、恥ずかしくてっていうやりとりも可愛いね。え、じゃあ答え合わせしましょう。ランさん手法は。いや、私だったら、いや、今の近くの流れで言うと、放課後、ちょっと来てほしいんだけど、言って、あ、放課後来てほしいんだけどって言って、バレンタイン作ったんだって言って渡す。うんうん、で、そこから私だったら、なんだ、何々くんのことが好きだから、チョコ作りました。またお返事は改めて聞かせてください。だけど言って、バッて逃げちゃう。あ、もう告白しちゃうんだ、ランさん。だけど、付き合ってくださいは言わない。その場で、なんか終わりにしちゃう。好きだから付き合ってください。付き合ってくださいっていうのがちょっと結構重いやん。うんうんうん。だから好きだけ伝えて、好きって人間で聞くとさ、気になっちゃうよ、その子のこと。になりますよね、ちょっと。だから別にその話をしなくっても、次の日学校来ても、相手は私のこと意識してくれるだろうし、うん、私も相手のこと意識するようになってくるから、お互いを知る時間になっていくやん。うんうんうん。だから一週間後ぐらいに、この間好きって言ったんだけど、うんうん、あなたは私のこと好きみたいな声聞けるようになってくるやん。そこまで計算してのバレンタインです。そっちか、なるほどね。もう言っちゃう、恥ずかしくて言えなくなりそう、逆に。いや、でも私本命チョコって渡したことないな、人生で。いや、もう渡したとしても小学校とかですもんね。いや、ほんとそうだよ。うん、なんなら小学校の時に、うん、でも本当に小学3年生という時に、こうきくんって子がいたんだけど、まあ言うね、全然、もう全然もう何してるか分かんないんだけど、今は。そう、こうきくんって子がいたんだけど、そのこうきくんのことが本当に大好きだったんだけど、私こんなに喋る人じゃん、今。うんうんうん。でも昔は、マジで教室の端っことかにいてこう喋れない子だったの。意外。意外でしょ？もっと可愛かったのよ、だから。可愛いよ、今村さん。いや、それそうなんだけど、それでなんか喋らなくて渡すまでに5時間ぐらいかかったの。かわいい、なにそれ。で、お母さんもついてきてくれて、こうきくんのお家にチョコを渡しに行くみたいな感じで。かわいい。親同士が仲良かったから、あ、はいはい、私はそうです。あ、じゃあ行こうねって言って、うん、寒い中5時間、まだピンポン押せないとか言って、やだママ、やだ、お茶ないでとか言ってた。かわいい。そう。渡せばぐらい。ちゃんと。それね、渡せなかったのよ、結局。なんで渡せなくて、断念したの、渡すこと。つらい。渡せなくて、次の日学校で渡そうと思ったら、こうきくんめちゃくちゃモテるから、めちゃくちゃ机の上にチョコがいっぱいあったの。やば、漫画。だからもうそれ見て、やめようって思って、ママにそのチョコを渡して、うん、お母さんつながりで渡してもらった。ねえ、切ない。え、めっちゃ切ないよ。しかもその後全然違うこと付き合ってた。あ、その人。私、間接的にめっちゃ振られてんの、だから。あー、なるほど。そう。学生ですよ。かわいいな。いやー。切ない、これしか。うん、切ない恋ですね。そういうのないの？私は、なんか、まあ、田舎だったんで、学校がもう、地元めっちゃ田舎なんで。そうなの？全校と生徒とかも少なくて、自分の男子全員に開けてました。うん、に、もう、お家まで持ってきましたね。学校、やっぱそういうのチョコ持ってっちゃダメだから。ああね。お家にみんな女の子、何人かで回りました。回ったんですけど、すごいね、それ。本命の子だけ、本命というかもうちょっと気になってた子だけ、ちょっとなんかいい箱に入れて、うん、一番いい形のお菓子で可愛く装飾したのを渡しました。ちょっと特別感出してってこと？でも絶対バレないですし、こう、ミサイクできないんで。うん、じゃあ結局告白はしてないってこと？ないですよ。何人かでやっぱいてたんで。うん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 。だから言わなかったですね。寂しい。うちら失恋ばっかだね。いや、もうでもいい、こうやってね、話せてるのがいいですね。確かに。うん。
バレンタインで告白って今時あるんですかね。でもやっぱバレンタインっていうこのイベントが言い方悪いけど利用はできるよね。まあまあいいきっかけでもありますよね。そう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 、確かに。でもなんもねえバレンタインだわ。まあでも最近はバレンタインなんかもう自分への投資だなとも思ってきました。投資？あ、投資か。糖質って糖質、砂糖やな。そりゃそうや。食べたら糖質や。なんかご褒美だなって思ってきました。確かになぁ。バレンタインチョコ結構でももらったな。あ、そうなんですか？うん、普通に現場とかで、スーランさん、バレンタインチョコでーす、みたいな。普通に何もなくもらった。4、5個もらったかも。すごい。で、なんか私が、そう、あんまりお菓子食べないって言ってたのを知ってて、なんかこう、お酒のおつまみ缶みたいなのをくれた人もいたし。いいですね、確かに。うん。はい。なんか結構コメント欄も、何もないバレンタインって書いてる人多いね。あー、ファンの人もですか。ちかちゃんの方とさ、違うコメントが流れてんでしょ、こっち。あ、そうですよ。なんて書いたの？もう糖質について笑われてます、今。ああ、糖質と糖質ね。笑われてますよ。まあ、まあ、しょうがない。まだ22歳だから。うんうんうん、21歳か。いいじゃん、どっちでも。そう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 。もう一人います、これ。え？何もないです。ね、コメント見ますね。うん、いいよ。コメント見な。WW。草やな。大草原やな。職場で配ってきたよ。確かに。いっぱい作って配っちゃいそう。しかもスタッフさんでどうぞ取ってくださいみたいな感じで。ああ、でもいいかもね。うん。次はやろっかな、私もそうやって。しかもね、やっぱ買うより作った方が安い。全然。全然安い。てかやっぱさ、お菓子作るのが一番苦手なんだけど。一番好きなんですよ、逆に。分量守ってできない。もう、しかも勘ですよ、分量。勘で作れるのってやっぱセンスじゃん。あ、そういうことですか。ダンさんでも普通に料理上手じゃないですか。料理はできるよ。料理こそ目分量でいいじゃん。ああ、そうかそうか。だってお菓子って決められたグラム数じゃないと膨らまなかったりさ、味がしなかったりとめっちゃするやん。うんうん。だから、ある意味、きっちり決められたことだけやればお菓子は作れるんだろうけど、決められててもできないんだから。何作ったことあるんですか？お菓子？うん。まず、マフィンは成功したことない。おお。スポンジケーキも、なんか、カスタードみたいになった。うん。クッキーも、焦げた。ああ、まあ、よくありますね。チーズタルトみたいなやつ作ったんだけど、なんか、なんつったらいいの？なんだあれ？何になったんだっけあれ？なんかすごいドロドロになった。そんな？そうなんだよ。だから私、なんかお菓子作りマジ向いてないんだよ。確か。意外ですね。うん。苦手か。大型が出てますね、スズランちゃんって書かれてる。そう、私大雑把だからさ、ダメなんだよね、決められたもの。じゃあ逆にダンさんの得意料理は、もう一番得意なご飯。煮込みハンバーグかな。うわ、いい、家庭的。煮込みハンバーグ、あとは、なんだろう。生姜焼き。うん。めっちゃいい。あとなんだろう。なんだろうな。何作ってっけ、いつも。なんか一回、グラタン美味しそうでした。あ、グラタンも作った。なんだろう。なんかいろいろ作るけど。最近は、鶏のひき肉と、お豆腐を使って、ヘルシー料理を作ることにハマってて。それこそレンコンのハサミ焼きとか。すごい、お店で出るやつよく。そう、で、なんだろう。ハンバーグにして、上に、玉ねぎをみじん切りにして、
あとネギをみじん切りにして、ポン酢とめんつゆと、ちょっとごま油にラー油垂らしてソース作って食べたりとか。もうちょっと落ち着いたら早くランさんち泊まりに行こう。いやいや、作るてやん、私が。ウーバーイーツします？じゃあウーバーイーツ。スズイーツしようかな。ウーバーイーツとか使わないっすもん、ちか全然。マジ？なんか使うなら、買いに行くとかテイクアウトします、そこまで行って。ウーバーイーツの醍醐味を知らないね。でもなんかそんな、お家ちょっとダラダラあんま好きじゃないです。もうほんと出たくないんですよね、みんなやる人。だってテイクアウトするんだったらウーバーイーツしちゃえばいいじゃん。いやいやいや、ちょっとそのテイクアウト送料とかちょっと含まれるの嫌ですもん。わざわざ。だから、わざわざ歩いていく手間を送料で、お金で買ってるってことよ、要は。もうできない。じゃあテイクアウトやめなよ。うまいついね。やっぱ東京は全然違うもん。お店やっぱいっぱいありますね。そうかな。いっぱいありますよ。なんか YouTube とか見ます。確かに、ウーバーイーツ、うちの地域わかんないけど、なんか普通にネギシとかも頼めるし。すごっ。普通になんかデザート系もいけるし、結構幅広いかもね、確かに。すごいな。そうそうそう。名古屋、やっと最近なんかどんどんいろんなところで使えるようになりました。確かに東京でウーバーイーツめっちゃ頼んでる時に名古屋まだですって言ってたもんね、結構前に。全然なかったですよ。で、私のウーバーイーツとさ、出前館さ。あ、そうだ、出前館もあるじゃんか。マキコの家絶対入ってんだよね、どっちも。あ、頼む。今から行くからウーバーイーツ頼んどくわ、みたいな感じでマキコの家の届けるってもらう。すごい、めっちゃいいじゃないですか。あとね、SK の劇場も入ってる。あ、なんかやってましたよね、一回。一回、なんかマキコ、誰かのお祝いだったか、マキコがマジ寝てないぐらい忙しい時に劇場公演、2回公演やってて、あ、かわいそうすぎるよって、もう絶対疲れてると思ったから、出前した。言ってましたね、そうだ。そうそう、ウーバーイーツで劇場に届けた。そうやって東京にいながらできるんですか？いや、できないから、東京にいながらできるんだけど、その住所周辺のお店しかできないから、でも遠くにいても配達はできるじゃん。じゃあなんかサプライズでできるんだ、全然。あ、そう、できるできる。え、すごっ。うん。そんなんだ。できるけど、まあ、一言メッセージとか書けないから、届く時間に向けて LINE 入れとくとかだったらいいと思うけど。ああ、そうなんだ、すごー、うん。そうそうそう。すごい。一緒にコメント読むじゃないよ。じゃあ次会ったら何しますか？え？次会ったら何しますか？計画立てましょう。いいよ。うーん。次、自粛が明けたら、なんかランさんと行きたいねって言ったとこありましたよね。鎌倉も行きたいって言ったとこあるし、なんだろう、他にも結構あったよね。あった、めっちゃありました。なんかでも最近、その私さ、1月から2月頭までめちゃくちゃダイエットしてて、ダイエットしてた期間中に感じたんだけど、女子力を高める日を作ろうと思って、週に2回は。だから近子となんかご飯を食べに行くのも、例えば有機野菜を使ったレストランとか。体に女子力を高める、お出かけをしようよ。しましょう。確かに、めっちゃ良くない？じゃあ朝は、まあ、近くは起きれるだろうけど、私はちょっと休みの日まで早起きはしたくないんだけど。マジで朝起きないですからね、朝休み。でもダイエット中はなんかね、目覚めよくて毎日8時に起きてたの。すごいですね。マジ目覚めよくて、体のなんだ改善をしなきゃいけないから。そうそうそう。まあでもだから朝からまあ朝ごはんしに行って、そうだな、プラプラ歩いて買い物して、でランチ、ランチはまあランチは食べていい、
好きなもの食べて、うん、でそっからなんかこうアロママッサージしに行ったり美容点滴行ったり、ねえー、すごい、なんだろう、お顔のお掃除してくれるエステ行って、うん、夜は有機野菜のレストラン行ってめっちゃ女子力の日でしょ、帰ってきて早く寝るすごい平和、めっちゃやってみても、うん、美容点滴、女子力、うん、美容点滴これやってみたい。まあ必要ないか、まだ近く若いから。いや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 、でもあれって継続なんですよね、継続。一回やっただけじゃあれなんだけど、高濃度ビタミン C は一回ガッて入れるだけで全然違う。え、体、どういうことですか？体軽くなるんですか？やっぱビタミン C ってやっぱ元気、体のさ、こう活力、その、それもそうだし、ビタミン C ってお肌にもいいじゃん。うんうんうん。とか、あとこう、お肌の再生をしてくれるっていうところとか、やっぱ人間ってこの数値しか取れないの。食べるものからは、一定のこのぐらいしかビタミン C 取れないんだけど、血液に直接高濃度のビタミン C を入れることでガッと増やしてくれるの、一気に。だから定期的にやると自分の中で溜め込めるビタミン C が増えてくよってこと。へぇー。そう、だから、一日何錠まで飲んでくださいね、みたいな、書いてあるやん。うんうん、はいはい。ビタミン C に。だからそれ以上飲んでも意味ないんだよ、普通は。うんうん、だから定期的に入れてあげると蓄えられるのが増えてくよみたいな。確かにちゃんと体見てあげなきゃですもんね、自分に。そう、なんかさ、何してもさ意味わかんないでやってたら意味なくて、うんうん、そうそう、だからこの食べ物って体にいいんだよって言われてもさ何がいいかわからんやん、うんうんうん、だから例えばブロッコリーだったらそのなんか私もわかんないや、ブロッコリーじゃわかんないな、もずく、もずくって体にいいってよく言われるやん。カロリーも少ないし、うんうん、なんかなんだっけなんだっけ忘れちゃった、水酸系食物繊維だっけ、なんだっけ、なんかそういう、うんうんうん、すぐ消化されない食物繊維が入っててみたいな、そういうのを知っておくとより効果的だよねみたいな感じ。確かに倍増します、うん、そうそう倍増する、うん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 。あ、水溶性食物繊維。違うな、それじゃないわ。ちょっと難しい。わかりますよ。なんとか食物繊維ですよね。水溶性食物繊維か。それか。だから、なんか、そういうのをすごい勉強してた。へぇー。確かに。とりあえず、体にいいから、なんか、アボカドとか豆乳とか食べる。うん、あんま効果感じず食べてます。なんか意識するだけで変わるんじゃない？うんうん、確かに感覚的に。まあだから女子力の旅と鎌倉の旅は絶対しよう。行きましょう。近くが東京来ないんだもん全然。行く行く行く、行きますよ。確かに全然行ってないっすね私、うん、あとユニバも行かなきゃ。あ、え、ね、ずっと言ってますよね2年前から言ってる言ってる。ユニバ行って近くの実家に泊まるっていうのをやりたい。やりましょう、お家で。ユニバ行って、ね、マリオのとこ行きたい。うん、出た。テレッテッテレッテ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 。やりたーい。ね、やりたい、行きましょう。やりたーい。何を行きましょう。え、だからゲーム、やりたい。やりたいですね。うん、ゲーム私全然やらないな。桃鉄は流行ってんじゃん。やってないっすよ私っよそうなん、分かんなかったです、あんまり。やったことあるけど桃鉄でも買ったけど私も1回しかやってないな、ね、ちゃっかり買ってるうん、買ったんだけど家に来る友達いねえなと思ってえ、でも1人でも全然楽しめるんですよね。そうなんだけど誰かとやるから楽しいんだと思うのそれは離れてる場所から通信はできないんですか？できるできる。だからマキコとやりたいねって言ってたんだけど、全然連絡取ってないね。そうなんだ。桃鉄、あれは動物の森はやってました？飽きちゃった。やっぱそうなんですよね、みんな。動物の森はなんなら島クリエイターになる前に飽きちゃった。なんで？これからって時じゃないですか。もうこれからにも到達してない。
ねえ、まあ、でもちゃんと一応流行りには乗るんですね。うん、一応乗ってはいる。スプラトゥーンも始めたけど飽きちゃった。続かないですね。飽きちゃったんだよね。ゲームか。もうすぐ飽きちゃうからね。え、4時ですよね、ランさん。4時。じゃあスクショタイムしましょう。え、もう4時なの？今ね、10分前。え、早っ。早いんですよ。早っ。急にやったのにいっぱい来てくれてありがとう。イエイ。あ、あと。はい。どう？いい感じです。あれしましょう、じゃあ。顔半分のやつ。ちょっと待って、むずいな。あ、いい。やば。え、かわいい。え、案外合いますよ。見せない。めっちゃいい感じ。鼻でっかい人みたいになっちゃった。近づかないと。一つ目小僧みたいになりそう。こうなったら。あ。ねえ。あ、ごめん。あ、すごい。怖っ。ね、妖怪。戻ってきて。ウィーン。え、めっちゃ可愛くない？なんかめっちゃフィットしてますよね、意外と。うん。いい感じ。いい感じです。いい感じです。はぁ。頑張ってくださいね、ジム。運動これから。今からランニングしてジム行って。今日は節制の日や。すごい、いっぱい動いてる。うん、なんか食べると罪悪感に感じちゃってダメだ。いいことだね。でもまあいいことですけど大変ですよね、女の子って。うん、何を知ってるような口ぶりで。よく大変ですよね。うん、じゃあね、シカゴ頑張りなよ、これからも。アンさんもね、また早く会いましょうね。リーダー就任1年目おめでとう。やっ、ダンサーも頑張ってね。じゃあこれからもチーム S をよろしくお願いします。じゃあこそよろしくお願いします。いや、もう私が何もできず、本当に1年ほど公演立ってないのですみません。踊れます？無理です。絶対多分息切れ半端ないと思いますよ、久しぶりに。でも3月の一発目、うんうん、公演出れるようにお願いしてきた。お、3月？確かに。ま、なんかその時近く行ってほしいな。近くいないとちょっときついかもしれん。いや、近くも行ったら多分いると思いますよ。あんた？だってランさんの暴走止めれないですよ、みんな。大変ですよ。いや、そう、MC とかも楽しすぎて暴走しちゃうんじゃないかと思ってさ。うん、なりそうだから、言いそうだけど。ねえ、じゃあまた3月かな、入るの。うん、そうかも。なんかまた次ね。じゃあまた今度テレビ電話しますね、じゃあ。わかった。分かったよ。じゃあ私こうやってやるわ。なんで、何の裏ピースですかそれ。こうやってやっていい？若いそれ。一昔前ですよそれ。流行った。嘘でしょ、もうやだ、年だわ。だね、ランさん。じゃあね、ちかちゃん、ありがとうございました。ありがとう、会えて嬉しかったよ。あのファンの皆さんも。またね。バーイ。いいですよ、切って。切るよ、喜んで。バイバーイ。バイバーイ。あー、面白かった。